ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は山名家を滅ぼして大きく勢力を伸ばしたところまで。ただ、西の脅威毛利家に攻められ鳥取城を失ったんだぜ。今後攻めてくるかどうかが気になるところを。しすみ城を防衛拠点化して牽制するしかないか。各城の兵が減るのは痛いけど、抑止力になればだよな。移動距離が結構あるから攻められづらいと思わせれればいいんだぜ。従属終わったら速攻で同盟結びたいところを。あとは朝倉家だな。組みやすいのは朝倉家。兵は多いが武将はかなり弱いからな。弱ってるうちに越前制圧してさらに力をつけたいところを。城は増えれど内政進まずといった状態だからな。内政向きの人材がいないからな。知略低め政治と武勇高めの武将はいないだろうからな。ということは最後の最後まで内政には苦しめられるかも。武に全振りの悪影響だな。五瀬山城を攻略して一段落したわけだけど、次狙うとしたら金ヶ崎城か。一城が二城は本拠だから甲状腺 F3 が狙えるはず。そこが目標か。内政しつつ時を待つか。地道な内政が後々の力になると信じたいんだぜ。毛利家が動いたか。大内家を滅ぼしにかかったみたい。イベントで終わるからな。そうなると毛利家はさらに強大化するわけで。脅威でしかないな。力をつけるには朝倉家と赤松家かな。浅井家も狙いどころではあるな。六角もかな。そこあたりを狙って力をつけつつ、織田家にも備えねばな。刻一刻と桶狭間が近づいてるからな。もう援軍を求めないと言ったがそれは嘘だ。まだまだ三好家の力は借りたい。金ヶ崎城攻めに2万、6400も出してくれると言っているんだからな。うちの全力くらいの兵じゃないの。それくらいの兵数ではあるな。となると、金ヶ崎城だけじゃなくその先も狙えるかも。一気に越前制圧もありかもな。じゃあ、行きますか。三好家の力を借りて金ヶ崎城攻めといこうじゃないか。長吉さん、お願い。うちもほぼほぼ総動員で。朝倉家は浅井家に援軍を頼んだか。浅井朝倉連合対三好赤井連合の戦いだな。ここで支流を消してやろうじゃないか。まだ早いけど。もう少し集結を待ちたいな。もう一声だな。これでいけるな。同数で負けはないはず。ほぼ同数じゃないか。結構なレアケースで。戦場は真ん中に川があるところ。移動が面倒なだけの戦場だな。迷惑この上なし。とにかく攻めてきたのをかっこ撃破していくんだぜ。朝倉家も浅井家も一番弱い投手が一番多く兵を率いているというな。マガラさんがもう少し兵を率いていたら怖かったよな。そういうところで兵数調整ができないのが難しいところでもあるけど。早くも明智ちゃんが撤退。相変わらずだな。残念なのは今回使うことはできないこと。オール90近い能力だからな。朝倉家は家臣は優秀なのが多いのに。投手がダメでは全てが台無しといういい例だな。吉影なんか腰兵糧を大量に持てる城用意して、一城谷を優秀な家臣に与えちゃえばいいかもなのに。そういう戦略や敵は使えないだろうよ。そうか。さっさと終わらせるべくの木槌狙いを。ここで消耗するわけにはいかないからな。この後に金ヶ崎城攻めが残ってるから。どっちか先かな。これで勝利。普通にやっても勝てたが、打ち取り狙いではないからな。勝てばよし。戦であった皆も誉れとせよ。このくらいなら許容範囲。金ヶ崎城攻めを十分に狙えるな。あとは威風弱さんだけど。当然いりなし。次の甲状腺 F に期待しようじゃないか。一城谷バリアがないといいけど。日本海側には広がるんじゃないか。集結完了。よし、やろうか。いけるだけの兵はいるはず。三好勢に頑張ってもらえばなんとかなるだろうよ。途中にある設備は一つだけか。式が心配になるが、城門へ至る道が二つあるからなんとかなるだろう。一本道だとかなり苦しいからな。それに山城、本丸制圧が一番厄介なんだぜ。早いところ攻め寄せろ。
まずは設備だな。変なところで守ってるのもいるし、黙って本丸でも捕まえてろと。設備破壊に成功。引きは500程度か。舞台撃破で地道に稼いでいくしかないな。城門前でイレブイになればいいんだが。結構強化されているな。数で押しまくるしかない。我が戦闘にて崩れるがいい。疲れた部隊は一度引いて立て直しで。疲れてない部隊と交代するんだぜ。今が動くべき時。さあ始めよう。出てきた。いいのか悪いのか。騎馬突撃食らって吹きそうだけど、そういうのがあるとありといえばありか。城門の耐久はあと半分。敵は引いたぞ。部隊も残り2つ。どっちが先かだな。これで残り1部隊。本丸で待ち構える姿勢じゃないか。それはそれで厄介かなと思ったけど、こちらになんかどんどん存在を与えていき、先方の前には物の数ではないわ。ついに撃破した。弱い城主だと楽なのかもな。攻城戦も弱いうちは使っちゃダメって教えておかないと。いくつを何度味わっても良きものぞ。存在が敵より少ないという。攻城戦と思えない結果だな。もう少し踏ん張れよな。そして攻城戦異風中サンダー、どう吹き荒れてくれる。音に聞こえる、うん、あれ工場戦バリアも何もなく普通に一軍だけじゃないか。あれ弱さんだった。確認したが中だったんだぜ。外れ工場戦の場所だったかも。まあ金ヶ崎城を無傷で手に入れたからいいか。そう思うしかない。三好家にはいつも感謝してます。娘さんがいたら欲しいくらいだな。三好家は帰ったけど攻勢継続。一城だ二城を攻略して朝倉家の力を弱めておくんだぜ。回復されたらかなりの力を持っているからな。金沢ごぼうのおかげで東の脅威はないしな。次はこの二人が上司か。暴れてくれそうだな。一条が二条は何の波乱もなくサクッと落ちたんだぜ。朝倉家の弱さを嘲笑するがごとく。敵将を捕らえたわ。徳田さんが使える。決起はないが能力で OK だな。よしよし、国境紛争を起こしまくろうぜ。収入は全然伸びないけど、西は隅城を防衛拠点にしたことで平和になっているんだぜ。このまま毛利家が攻めてこないといいんだけど。それならかなり平和なんだけどな。あれから半年。すごく平和なんだが、その平和を自分で壊していくんだぜ。朝倉家が復活する前に叩かねば。隠し城を防衛拠点化して攻めづらくなっているんだがな。ご指示。なので、まずは本拠地の大小事情を叩く。うまくいけば防衛拠点化が解けるかもだしな。余裕があれば各防衛拠点を潰していけば掌握そのままだからすごく美味しいんだけど。それだけの兵の余裕が赤い家にはないからな。全然動員力が増えない悲しさがあるから。しすみ城の防衛兵力に吸われてるのもあるが、早く毛利家と友達になりたい。そうすれば防衛拠点化を解けるからな。さあやりますか。最近工場戦ばかりやってる気がするな。小さい勢力相手にしてると増える気がする。そう言われればそうかもな。平城だから攻めやすいかなと思わせて。なんかこうこじんまりといろいろと固まっているんだぜ。攻める方向間違えたかな。大きく迂回していくのが正解かもしれん。というわけで相手逆側から攻めるべく移動中。無駄にあぐら破壊してもな。兵の損失はできるだけ少なくしたいし、逆側にあった陣太鼓破壊完了。次は城門だな。引きが危険水域だから気をつければ。誰かを攻撃してるなぁと思ったら、吉影だった。大名自ら何してんだよ。討ち死にしてくれたら勝利だったのに。そう思うと悔しいな。その悔しさを胸に城門攻撃開始。うまく牽制してるから設備に敵がしがみついていてくれてるんだぜ。離れたら離れたで破壊するけど。中からじゃなく外から攻撃してくるか。攻撃チャンスだからうちとしてはいいけどな。
取った。多分対象外だな。思い込むことは大事。敵を攻め立て。逃げられたか。攻撃できないなら外から攻撃する意味はないからな。城門破壊。あとは本丸を制圧するだけだな。残りも少ないからできるだけ損害少なく勝ちたいところ。いつも通り代わる本丸を殴り、本丸制圧完了。3000ほどの損害ならいい方か。本丸だけで3000なんだけどな。戦を何度味わっても良きものぞ。結構少なくない損害で。1万以下ならいい方だろ。それもそうかもな。あとは甲状腺異風中サイバー、鳥越城を寝返らせてくれた。朝倉山城は防衛拠点化して無理だったんだぜ。寝返ってくれてたら大野城だけになってたのに。城を制したぞ。まあ、無傷で城2つ手に入れたことを喜ぶべきだな。武田さんはいけるけど。ダメか。機械に期待だな。噂に聞くより寛大な方です。まあ、統治範囲外ですけど。収入に影響がない悲しさなんだぜ。この対象で悲観者が。寝返り悲観はダメと。悲観の方は。荒木さんが来てくれた。なら最初から来てくれよな。ほんとそれな。一色さんは武勇を上げてこいと。一足りないはほんと泣けてくるんだぜ。荒木さんだけでもでかいからいいけど。大正寺城を攻略した勢いで朝倉山城を攻め。明智さんは無抵抗のまま落城を選んでくれた。さすが明智ちゃんなんだぜ。これで朝倉家の城は残り一つ。滅ぼして武将を回収しないと城主がいないんだぜ。出世を待つかのどっちかになる感じで。どっちもダメ。これ、思いのほか対象が少ないんじゃないか。なんか心配になってくるくらいにいないな。有名どころしかいないかもしれんな。朝倉家にそんなに尺は避けないので。さっと落としたかったが抵抗してきたか。問題なく撃退できると思うけど。少し厳しい数字にはなっているな。はっ、早々に戻るぞ。最後の抵抗を排除して、大野城攻略。ギリギリだったな。なんとかなってよかった。これで朝倉家の武将を回収できるな。5人は欲しいな。それくらいはいるだろうよ。案外嫌な予感が。ケイタカシはいけるな。まず1人だな。影盾もいけるな。朝倉さん2人目。新豊は1足らずか。富田さんはいける。武田さんもいけて、ケイタカもいける。終わりかな。あわやさんもいける。結構な収穫じゃないか。やっぱりそこそこ大手にはいっぱいいるな。マガラさんがダメだったのが非常に残念なんだぜ。あれ、まあ66歳だしいいか。長くてあと4年だもんな。ゆっくり余生を楽しんでもらおうじゃないか。5人加入しただけでもかなり嬉しい限り。早く出世させねばな。朝廷からの金の無心が。これでようやく除任できたんだぜ。やっと朝廷工作ができる。さらに義家から独立し、対等な同盟関係に。ようやく独自外交ができるようになったな。まずは毛利家と。他に武田家と上杉家にも使者を出しておくんだぜ。当分静かにしてなきゃないな。で、完全にスルーしちゃったけどすでに桶狭間は起きてる。そのせいで少し身動きが取れなくなっているというのもあるな。今後の展開と今後の展開とか、そこあたりも悩ましいところ。東では武田家と上杉家の戦いが始まった。そして、琵琶湖周辺では小競り合いが。足利家に役職もらうために進言していたんだが無駄になったんだぜ。せっかく生きているのに生かせない悲しさ。役職欲しかったんだぜ。本当に動きが取れない。浅井家攻めるにも攻める経路が足りないし。六角家も同じ理由な上越兵糧が足りないんだぜ。ちなみにこの収入は政策をほとんど発動してない状態でこれ。全然収入が伸びないんだぜ。統治範囲が狭いのもあるし、内政ができてないのもあると思うけど。さすがにヤバいんだよな。赤松家を狙いたいなと思うと、織田家が動くしな。織田家を叩くには腰兵糧が都戦に来て状態。ということは経路を増やせばいいのか。琵琶湖南に手が出せない状態なんだよな。出せれば変わるんだよな。
最初は二条御所と思ったが、狙いを朽木田二条に変更。赤池で足利幕府を滅ぼすのは少しなと思ってな。もう少しで三好家が滅ぼすからな。悪者は長吉亡き後の三好家になってもらおうじゃないか。命令をください。三好家には援軍を頼めないから赤池全力でかかる。六角家からも援軍が来ているな。織田家が後ろに控えてるというのに結構な数を出してるし、滅ぼされても知らないんだぜ。六角家攻めと思ったら、織田家は浅井家攻めだったんだぜ。あれ、まだ同盟結んでないみたいだな。滅ぼされると少し厄介な気もするけど、その時はその時だな。では、赤池だけで足利六角連合を叩き潰そうじゃないか。単独でこれだけ集められるようになりました。涙が出るな。危険なのは右にいるよ。してるの木口は六角勢が守るのか。うまく抑え込んでの木口狙いかな。よしてる勢を止められるとは思えんからな。あの兵数を止めるのはな。さっと国衆を潰したいところだったけど、ちょっと時間がかかってしまった。六角勢も前に出てきているな。の木口がガラ空きなんですけど、これはチャンスを見るべきか。無駄に存在出したくないから素早く破壊したい。こっちでも国衆が撤退。これで残るはでかいのが3つか。みんなこっちに攻めてきてるし、攻めつけがありすぎだろ。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。の木口を守ってた別所勢が壊滅。前方で粉砕されたな。の木口がやばい。どっちが先に破壊するかのチキンレースだな。国衆壊滅させてる時じゃねえ。急いでくれよ。六角勢が攻撃してる方は止めたけど、ヨシテルの方は間に合わずか。これは非常にまずい展開。楽に勝つとかそんなレベルじゃなかったな。なんとか一つ目の木口を破壊。もう一つも。すぐに破壊してなんとか勝利なんだぜ。楽に勝てると思ってたら、やはり強いのが出てくると厳しいな。戦を何度味わっても良きものぞ。結構な存在で。ヨシテル撃破を目指していたらもっと被害が出ていただろうな。剣豪将軍は伊達じゃないな。激しい戦いの後は威風弱さんが。少しだけ突き飛ばしてくれた。早いところ毛利家と同盟を結んで防衛拠点化を解かないとな。城兵が少なくて厳しすぎる。この後は織田家が小谷城と沢山城を攻めるのを横目で見つつ、朽木田二城攻略。これで琵琶湖周辺を攻略できるようになったんだぜ。攻め先に自由ができたわけだな。拡大の道も見えてきたんだぜ。というわけで、朝倉家を滅ぼして三好家から独立したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。